格闘キャストへようこそ僕の名前はナオトです。シンです。今日は朝倉未来 VS 山マドミネーターサトシ選手 <laughs> の、えー、分析、選手っていうか試合の分析をしていきたいと思います <laughs>、えー。ファミリータイムチャンネルから来た皆さんようこそ、格闘キャストです。ほぼ無編集、まあ無編集で、あのー、こういういろいろトピックを深掘り に入っていって面白い話にどんどんつながっていくチャンネルです <laughs> もし YouTube が嫌いなら Spotify でも聞けます皆さんの感想や意見ぜひコメント欄に入れてくださいまず <Yes. S 1>、えー、試合の感想ですね試合の感想い、うん、きますか全ワンワードでまとめるとしたらあーワンワードはあーワンワードは難しいなでもあの完璧なパフォーマンス 朝倉美久留選手 yes. Yes. 本当にす、うん、パフォーマンスが素晴らしかったです。まあ、勝敗予測動画を見てる方はもう知ってると思います。でも、本当にアグレッシブに攻めすぎて、なんかその自分のなやる気、やる気がなんか逆効果につながるっていうのを。 何、はい、だっけオー,バーオーバーモチベーションオーバーモチベーションそう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 ,そう、うん、って考えてたんですけれどもそうではなくもう完璧にそのアグレッシブすぎない攻め方とカウンターを取る戦い方を混ぜていきましたね、うんうん、本当に「It was100% パーフェクト本当にパーフェクト」しか言えないですはい の試合後、うん、インタビューで面白いこと言ってたんです、朝、はい、倉未来選手。で、これからまあ弟みたいにフィジカルトレーニングを取り入れて、うん、ボクシングジムに通って格闘技をなんか真面目にやっていくって言ってたの。うんうん、で、あのそれを聞いて僕は考えたんです。前から未来選手はなんかトレーニングしてないアピール。はい あのちょっとあちょっとなんかダラグダラっていうそういうキャラクターを演じてたと思ってたんです、うん、でも本当にす練習をそんなしてなくてなんかほとんどやってない状態でここまで来てたらすごいじゃないですか、うん、すごいまあちょっとそういうキャラクターをなんか見せて、うん、でもちょ,ちょっとはな朝倉会ほど練習しないんだけどまあ 練習はしてるっていうぐらいだったと思って、うん、そこまでと考えたの、うん、でも本当に全然やってなくて、うん、なんかっち試合に出るっていうなんかメンタリティでやってたらで今から真面目にトレーニングして、うん、ボクシングジムに行ってフィジカルトレーニングして、うん、体がもっと強くなると、うん、ま本当に速いスピードであのレベルアップします。おー そこは楽しみですです、うん、あとなんか BJ ペンと覚えてます UFC ファイター、はい、?BJ ペンをなんか思い出します。はい、BJ ペンを知らない方、本当に才能で戦ったファイターなんです。はい、でそれでもチャンピオンになって、うんあのー、チャンピオンになったんです、UFC チャンピオンに。うん、でもよくスタミナ切れで負ける試合もあったんです、はい、あの練習してないから。はいはい あーでもあ,のある日 b j ペンは自分のポテンシャルを無駄にしてると考えて真面目にトレーニングし始めて、うん、あのまたあのチャンピオンになったんですうん、うん、だから2タイム u f c チャンピオンですよねうん、うんうん、であ,のある時期もう無敵なライト級チャンピオンって思われてたんです、うん、でも朝倉未来もそんな 展開になるんじゃないかなと思い始めましたあるんじゃないかなってだって練習してなくてここまで強いじゃないですか誰、アンチも認めないといけないですまさかのミクル選手は強いですでもこれからもっと強くなると問題じゃないですかスツアナロベラ問題ですよ他のフェザー級 Yes, yes. とって問題です、うんうん。だから次の試合が楽しみです。誰とやるかわかんないけど、楽しみです。楽しみですね。どう思うどう思います <laughs> まあでも本当にそうですよ。あまり練習してなくてここまで来れたなら、練習したらやばくないやばくなるよね。やばいよ。もっとスピード、もっとパワー、もっと。<laughs> てかす <laughs> もっと細かい動きあ<ー>、まあ、もっとシャープになるんですよ、うん、練習すると、うん、でみくる選手はかなりシャープですけれどもまだかなちょっと緩い戦い方をしてますね、うん、でそれはとてもスムーズで綺麗です、うん、でもそれが1段階もっと速くなるとそのスムーズからシャープの それはコーナー・マッカーグルが早かった時今でもスムーズな動きできますよでも前みたいにホーゼ・アオドを形容したとそれはシャープなのうん、うん、スムーズに動くんだけどあまりにも早くてそのスムーズさが見えないくらいの速さでもまだスムーズなのガチガチじゃないでその領域まで入ったミクル選手はかなり強いと思います でしょかなり強い。うん。<Like> UFC? で、で行いけると思うよね。UFC にいける。うん、と思うよね。うん、だから、本当に、本当に練習してなかったのっていうところで、僕、ちょっとつまずいてる。うん、だって、本当はキャラクターを演じてたと思うの。うん、SNS では何も信じられないので。で裏ではちゃんと、なんちゃんと練習してるんだけど、なんか世界チャンピオン。 ぐらいの練習量じゃない。うん、だから今、あまり練習してなかったっていうのが、だからそれが一体どれくらいなのっていう、そういう、クエスチョンです。で、今から練習し始める、もっと真面目にって言ってるんだけど、それがどれくらいなの <laughs> で前とどれくらい違うのっていう、その量が。 まだ分かんない。でも次の試合を見ると分かる。だから楽しみ。そうそういうことですがあね。そういうことです。だって朝倉未来選手はやっぱりんかそのミステリーマンっていうのがあるじゃないですか。はい。だからそこですね。知りたいって思います。みんな思ってると思います。だから次の相手が誰になるんだろうって。うん サイト・イタカ選手との再戦かクレブル・小池選手との試合両方とも見たいです、うん、ドミネーター選手のあごめんドミネーター選手のパフォーマンスあドミネーター選手もまあ1ラウンドがやっぱり強かったんですけどやっぱり朝倉未来と戦うと、うん 1>, 1ラウンドが一番危険のもあるんですで1ラウンドで、うん、三日月蹴りだったよねそれでボディが効いてこの,この映像を見ると、うん、ボディをブロックしようとしてますねこの緑で,、はい、でそれがハイキックになってもそこでもう KO されました、はい、あんまり見せ自分のいいところを見せられなかったっていう気がします、うんうん、も 見たかった。はい。もはね、でも。もらっちゃった、ね。もらっちゃったね。うん、でも、よく動けたと思います。うん、まあ。このハイキックをもらうまでに。はい。また、ライジンでみたいです。はい、ミネーター選手。それしか言えないです。だから、あんまり見れなかったのが残念でしたね。はい、う,んうん。は、綺麗な蹴りです。綺麗な蹴りですよ。うん。うん うんうん、なおとは、あのー、どう思いました富永田選手の動きを見て。えっと、うん、面白いと思いました。あーよくこういうユニークな動きをする人たちは、あのー、一番困る相手。 自分より早い相手だと思うんですあのいくらいい角度を取れたとしても相手が素早く調節するともうアウトなの入れなくなっちゃうだからその角度を見つけるのがかなり難しそうに見えました、うん、見えた選手にとって、うん、それはクル選手の動くテンポとリズムが速いから、うん、チュッチュッチュッて、ね、微調節しながら入れないんですよで まあ同じ意味を持つドミネーター、ドミネック・クルーズがヘンリー・スフローと戦った時、似たような現象を見ましたね。ヘンリー・スフローあまりにも速すぎるので、角度が開かないの。そのヘンテコな動きしても。開いたとしてもすぐ塞げる。うん、すぐ下がって塞いで、前に出てプレッシャーかける。うんうん、で、速いので、攻撃が当たっちゃうの。<laughs> もらっちゃうね。もらっちゃうの。で、 あのー、こういう変なリズム持つ選手ってもらうのはあんまり慣れてないと思うの、うんうん、もらおうとしたらなんかちょっとごちゃごちゃな状態でねちょっとバンかすりもらうとかでもこの構えから速い選手が「ふそちゃって入ってボンってもらうのは、うん、それは慣れてないと思うでミクる選手が蹴りーンって当て始めた頃から あー難しいなと思ったうもうスピードで当ててるもん <laughs> まあねでドミネーター選手はあね動いてるんだけど当たってしまったから困るでボディーああってなってハイキックうんもうなんかジェンガのピッ ピュッていろいろ取られてる感じが<ー>で最後にブラーって倒れた<ー>っていう感じの,あ<ー>あの試合だったかなと思う、うん、なのであのライブ配信でも他の動画でも言ってますけれども二人とも強い選手、うん、でもレベル選手の強いのその中の1からね多分ん150くらいあると思うレベルが、うんうん、で朝倉未来は一つ上だった、うんうん、という感じです、ねうんうん なるほどねそうだねうんそうだねそれ,それしか言えないですねうんレベルがちょっとあの違ったとしか言えないと思います、うんうん、で朝倉未来選手はね人間なので1ヶ月1010 10 10 10日間40日いやいやいや 絶対トップシェイプじゃないの。うん,うん。うん。そうだね。確かにあ。素晴らしいパフォーマンスしたけど、でも、あの、条件としては、あまりいい条件じゃないの。そんな<ー>早くまた減量して。なので、あの、ドミネーター選手は、あの、そんなに、なんていうの、すごいす完璧に仕上げたミクルと戦ったわけではない。<ー>けど、 みくる選手の方が強かった、うん、なのでまあそういうことでしかないですようんうん、うん、そうかねまあ直人、うん、はクル選手次の相手<れ>ど,うどう思います誰とやってほしい直人が,がマッチメーカーですおあのー ミクル選手すぐやりたいなら誰か見つけなくちゃいけないけど斎藤豊選手をもう一人と見たいうん<ー>でそう、斎藤豊選手 VSX 選手の勝った人がミクル選手とないんじゃないああなるほどあーそれかベラトールがネオの選手が入ってこれるとしたら斎藤豊 VS アーチレター あピットボールになるねピッ,トピットブルピットブルをやって、うん、ミクル選手 VS ミクル選手が簡単に形容できる人 <laughs> ミクル選手 VS クレブルって全然興味ないの <laughs> そうかクレブル選手いいですね Listen, クレブルはいやその怪物レベルですよあのー、なんかひょろひょろしてなんか弱いってなんか見えるじゃん、うん、でも強い な結果が全てだもん。勝ってきてるじゃん。うんうん、自分よりなんかフィジカルが強い選手にも勝ってる。うん、ん間違いなく絶対勝ってきてる。うん、でも僕もなんか最初はミクル選手のスピードとなんかすぐ逃げるじゃんタックルされて、うん、もすぐ立ち上がって逃げるのが上手いからクレブル選手なんか フィジカル面でちょっと足りないかなと思って、ミクル選手がもうパワーとスピードで勝ってしまうと思ってたんです。うん、でも最近ちょっと変わってきてます。<ー>クレブル選手は、もしも今戦おうとしたら、 なん,かなんかすごいなんかゾンビウォークで距離詰めるじゃん、うん、でもそれもうまいんですなんか相手の腕を掴んでなんかパンチ出せないじゃんこう難しいじゃん片手だけで何なんか,かんでゴーってこれでなんかこうブロックしていくんですだ、うんうん、から本当になんかあの正当ではないんですけどあのうまいんでも一般のファンから見ると危ないじゃんって思うじゃんこんな開いててでもクレル選手賢いですよで 最初は勝てないともう分かってると思います、クル選手に。うん、戦おうとしただからわざと、うってなんか掴んで、でも逃げてもいいっていう戦いすると思います。うんうん、今回もやってましたよね。うん。うん、ただ、そういう正当じゃないヘンテコな、うんえー、スタイルの人は、まあ、先ほど言った。逃げられるでしょそのスピードを持ってる選手が一番厄介だと思います。厄介,厄介ですよ。 ドミネータ選手は同じレベルじゃなかった。うん、でもクレベル選手は同じレベルなのか、うんうん、っていう問題だと思います。スキルセットお互いあると思いますので。うん、あとはそのクレベル選手のちょっとへてこは、ね、高いレベルであったら通じる。通じる。ってものじゃなかったら通じない。通じない。まあそ,、うん、そうですよ。で、ミクル選手のスピードとパワーは 通じるのか逆にうん、うん、ミクル選手よりスピードパワーがあ,ある選手だったら通用しないものがミクル選手には通じる可能性もある、うん、だから面白いマッチアップですよ面白いマッチアップだと思いますただあのクレメル選手がどれくらい打たれ強いかに僕は<ー>そ,そこで見どころをつけます <laughs> ポイントをうん、うん 打たれ強いと言っても KO されないだけじゃないんですよ。すもらって動きをどれくらい今まで通りにできるかっていうのが打たれ強いの大きいポイントで一般のファンがちょっと見落としてる可能性があると思います。うん、例えば KO されると HP0%、はい、でも HP75% にされてスピードもちょっと落ちるのそれと一緒に HP と一緒に。うん スピードが落ちるともっともらう確率が大きくなってその0%にねあの行くわけそうだからクレベル選手がボディー蹴りボン !KO じゃないんだけどそれがン5マイナスになるのそれとも20%マイナスになるのそこで打たれ強さにポイントをつけます僕はうん、うん、もらっておう <laughs> いけるなって思うと 今まで通りに変得をやってグラウンドに持って行ってシュートサーミッションできるかもしれない、うんうん、でも、うん、バーンってもらってあそれもう一回もらっちゃいけないなってなるとミクル選手が有利ですねうん,うん、うんうん、まあ面白いマッチアップはいそれしか言えないですねはい、はい、面白いですでも両方とも勝てるチャンス、うん 勝てると思います、はい、なんかお互いに勝つ道具を持ってるんで、うん、そこが面白いです。はい。ミクル選手のパワーはすごいですよ。でもクレブル選手もああ本当にスマートに戦うファイターだと思います。うん、面白いです。やっぱり見たいです。<laughs> 見たいです。皆さんはえどう思いますかぜひコメント欄でお知らせください。<Yes. S 2> まあ格闘キャストはこういういに色々 深く話していって、うん、あのー、まあ、普通に格闘技のトピックに関して楽しく喋ってるだけなので、皆さんもぜひ感想とコメントを入れてください。うん、コメント欄に入れてください、えー。この動画のいいねボタンを押して、登録ボタンをまだ押してないなら押してください。僕の名前は直人です。シです。格闘キャストでした。皆さん、We'll s e またお会いしましょうバイバイ